北海道選挙区 NHK から国民を守る党山本貴平44歳平成6年東京都立江北高校卒業その後さまざまな職に従事平成31年に党の公認を受けるでは 山本隆平さんの政見放送です。はい、よろしくお願いします。NHK から国民を守ると山本隆平です。えー、今日は、えー、東京から、えー、参りました。あ、いや、ホテルから参りました。えっ、ー、と NHK についてまあ二三二三五個ぐらいお話ししますので、えー、NHK 受信料は不平等です。 1>, えー、1番、2番、NHK の職員の給料が高すぎます。3番、NHK 関係者は,は,は犯罪や不祥事が多すぎます。4番、NHK はスクランブル放送を実施してほしい私たちの意見を無視しています。5番、NHK は携帯電話、パソコン、スマホ、タブレットからも受信料を取ろうとしています。 えー、NHK の関係者による主な不祥事、犯罪,、えー、犯罪年表、えー、ちょっと古くて2017年バージョンですが、9月から沖縄放送局職員、女子シャワー室に盗撮目的でビデオカメラを設置したとして逮捕、10月、女性記者が159時間にも及ぶ過重労働の末、過労死したことについて、4年間も隠蔽したことが発覚。 10月もう一つ、衆議院選挙報道の帰り道、大雨で車が水没し、名古屋放送局委託先のアルバイト男性がお亡くなりになりました、10,、えー、10月もう,もう一つ、2992世帯分のクレジットカード、名前や住所などの個人情報が記載された受信料、えー、それの伝票3031枚を紛失。 えと12月名古屋放送局の中央営業センター職員受信料58万円を着服していたことが判明 NHK 言語道断厳しく対処しました、えー、2番の、えー、NHK 役員の給料が給与が高すぎます月収は約100万円年収は、えー あこれはあの元、えー、職員の立花孝のだ、えー、給与例ですか月収は100万円、年収は、えー、約1150万円で当時、えー、忘れました、えー、っとそれではちょっとセカンドステージに入りたいと思います。 お茶の間の皆様よろしくお願いします山本隆平です私の戦闘能力は、えー、13万です月収は14万です NHK の、えー、スクランブル放送に関してですが産経新聞のアンケートでは国民の88%がスクランブル化を望んでいるにもからず NHK さんは一向にスクランブル化に、えー、応じません総務省も法務省も この間違った制度を放置したままであります。NHK の集金人の問題もあります。集金人は心の病を抱えた方や弱者、生活困窮者から無理やり夜間早朝の集金集金業務をしてノイローゼに陥れたり、もう本当に仕事が手につかなくなるような精神状況に追い込むようなことを平気でしています。 パソコン、スマホタブレットテレビをいわばも持ってない方からも受信料を取ろうとするとんでもない極悪企業でございます北海道弁でしゃべろうっていう、えー、考えもあったんですがちょっと勉強不足で今日は標準語で申し訳ありません海上保安庁から NHK をぶっ壊す 海上自衛隊より NHK をぶっ壊す。陸上自衛隊より NHK をぶっ壊す。航空自衛隊より NHK をぶっ壊す。北海道警より NHK をぶっ壊す。警察庁より NHK をぶっ壊す。警,警視庁より NHK をぶっ壊す。お茶の間の皆さんも一緒に NHK をぶっ壊す。 星より NHK をぶっ壊すサロマ湖の皆さんも一緒に NHK をぶっ壊す網走刑務所の方も一緒に NHK をぶっ壊す函館の皆さんも NHK をぶっ壊す令和天皇万歳万歳 クリック NHK から国民を守ると撃退シールの発送は本部の方にご連絡よろしくお願いいたします本日はお騒がせして申し訳ございませんでした北海道選挙区 NHK から国民を守る党山本隆平さんの放送でした